こんにちは。3月17日月曜日、お昼のいばきら TV ステーションの時間です。この時間もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は議会中継のために短縮しまして12時50分までの放送となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日も始まりましたが、はい、はい、まず初めにご覧いただきますのが茨城県の PR 動画、なめんなよ茨城県ザムービーからご覧いただきたいと思います。まずはこの方からのメッセージをご覧ください。どうぞ。どうも、茨城県連隊長のピースあやめでございます。この度ですね、なめんなよ茨城県のプロジェクトの最新作としてですね、 PR 動画が完成いたしました。なめんなよの熱い思いがグッと凝縮された作品になっておりますので、ぜひとも楽しみにしてください。動画はですね、なめんなよ茨城県特設サイトにて配信しておりますので、皆さんぜひご覧ください。なめんなよ茨城県。茨城宣伝隊長に任命されました吉本クリエイティブエージェンシーピースあやめです。茨城県は素晴らしいとこだと日本全国に広めていきたいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。茨城って日本三大なんとかって言われてるぐらい、あまりお綺麗じゃない方が揃ってるんですよね。あ、それもあって渡辺さんのビヨンセすっごく面白いし。いいなあ、私も茨城に生まれたかったなあ。あ、でもダメか、私納豆とか臭くて嫌いだから無理だ。え、俺宣伝隊長やる自信なくなってきた。ゆうじさん、ご出身は何区でいらっしゃるの？茨城県です。茨城県？それってどこにあるのかしら。そもそも日本なのかしら。いや、そんな遠くじゃないんですよ。すぐ行ける場所なんですね。だから大丈夫ですから。まあ焦らず、いろいろじっくり考えましょうか。知ってもらえば絶対いいとこだと思ってもらえるのに。あやめさん、ちょっとだけ僕が思うこといいですか？うん。今あやめさんがおっしゃってた通り、知ってもらいたいっていう思いをそのままぶつければいいんじゃないですかね。魅力がないと思われて感じていることを、あやめさんなりの気持ちでストレートにぶつけてみればいいんじゃないですかね。すいません、ちょっと言い過ぎました。任しとけ。現在茨城は47都道府県の魅力度ランキングで確かに最下位の常連になっています。県内で訪れたいと思う観光地の第1位はわからない、不明、正直お恥ずかしい限りです。ですが皆さん、これだけ情報が発達した世の中でわからない不明ですよ。それってちょっと魅力的だと思いませんか？皆さんがまだ感じたことのないワクワクすること、おいしいもの、あっと驚く情報がまだ眠っているということですよ。例えば日本一のメロンの生産地、どこだと思いますか？北海道の夕張。違います、実は茨城なんです。決して引けを取らない観光資源、しかもまだ広まっていない魅力、知らないのにバカにしてはいませんか？見ていないのに魅力がないと思っていませんか？茨城をなめないでください。なめんなよ茨城県。なめんなよ茨城県。人の快楽園、なめんなよ。宿題物は
気が意地なんだかんな。元気があれば滝も凍る。黒田の滝なめんなよこれよ。ニュージー大久里都市は本州一ですよ。茨城県なめんなよ。どうしたんじゃん。うわぐっせ。もうちょっといいかも。なめんなよ茨城県。ということでご覧いただきましたこちらなめんなよ茨城県ザムービー、はい、こちらのなめんなよ茨城県で検索していただきましてぜひ身近な人たちに広めていただければと思います。はい、それではまずはじめに今日の茨城県の天気から、はい、お願いします。本日のお天気です。本日は北部南部ともに晴れ、降水確率は 0%、日中の最高気温は水戸土浦ともに15度となっています。おー、すごくいい天気ですね。本当ですね、ですね、はい、天気もいいし気温も高いし降水確率も 0% ですし、はい、もうね完璧ですね、今日本当ですね、お出かけ日和ですよね、はい、お出かけ日和といえば、はい、先週末もね、うん、結構天気にも恵まれてお出かけ日和になったと思うんですが、はやちゃん何してました？私ですね、うん、ヨルメ祭りがあったじゃないですか。そうなんですよね、そのちょっとね夕方は時間がね、うん、あの予定があったので、はい、ちょっと昼間に準備してる時にちょっと行ってみたので。そうですか。そしてそこでですね、はい、ちょっと可愛い灯籠を見つけたのでお写真撮ってきたのでご覧ください。はい、こちら可愛くないですか？顔になってる。そうなんですよ、なんか家の形だったりとか、いろんな灯籠があったんですが、キャンドルだけじゃなくね、灯籠にもキャンドル灯すみたいで、なるほど、変わったのもあったので、いいですね、面白いですね、はい、これライトアップするとね顔の部分が、そこからこう光が漏れる感じで可愛いなって思って本当ですよね、はい、そういったね、夜梅祭り行われましたね。その他にですね、うん、私プラザホテルってあるじゃないですか、はいはい、ありますね、水戸のあちらでちょっとおしゃれなアフタヌーンティーをしてきました。あら、優雅、どうですかこれ、可愛い、なんか水戸、うん、ってか茨城でこういうのがあるのかなって分かんなかったんですけど、うん、確かに私食べたことないです、こういうこういうおしゃれなのもね、うんうん、あるんだなと思って、いやなんか女子力上がりそうじゃないですか。私もこれお友達にね紹介してもらって行ったんですけど、うん、そうなんですか、はい、とってもおしゃれな雰囲気で、へー、よかったですよ。いいですね、プラザホテルで食べられるんですね。そうです、そうです、ぜひ行ってみてください。行ってみよう。幸子さんは、うん、あ、どちらに？私ですね、はい、あの笠間に行きまして。好きですね、笠間。笠間好きなんですよ、はい、笠間 の、はい、あの栗の家っていう、うん、あのお料理屋さんに、栗の家、そうずっと行きたかったんですけど、うん、はい、行ったことがなくそちらに行ってきました。お写真撮ってきましたので、はい、こちらがですね外観なんですが、もう外観から栗ですね、栗ですし、すごくおしゃれな趣のある建物で、はい、うん、梅の花も、そう、そう咲いてまして、で中がですねまたおしゃれなんですよ、こういった感じの素敵、ね、なんかこういいですよね、趣があって、なんかね、本当にちょっとねこうレトロな雰囲気の素敵な店内だったんですが、はい、ここでですねやっぱり栗の家というぐらいですから、はい、栗のお料理がたくさんありまして、うんうん、私栗の御膳をいただきました。私栗大好きなんですよ。本当ですか？行かなきゃ。本当に栗のねお赤飯とか、はい、とね、あのいろんなおかずにも栗が入ってたりとか、全部に栗が入ってる。そうなんですよ、栗尽くしで、本当にすごく美味しかったので、ぜひ栗のね好きな方におすすめなの で、うん、ですね、はい、笠間はね栗の生産量日本一ですので、はい、はい、本当に美味しい栗がたくさんあるので、しかも1年中食べたいです、本当にね、うんうん、1年中食べられるのもすごくね魅力的だなと思うので、はい、ぜひ行ってみていただきたいと思います。そして、ね、皆さんのそういった週末のお出かけの ね、お写真などぜひ番組の方にもお送りいただきたいと思いますので、ぜひこちらの方までどしどしお送りください。お待ちしております。それでは今日も行ってみましょう。はい、いばきら TV ステーション、行ってみて。茨城新聞ニュースをお伝えします。まずはじめのニュースはこちらです。茨城と栃木、群馬、埼玉の4県にまたがる渡良瀬遊水地で今月15日春の訪れを告げる恒例のヨシ焼きが行われました。
ヨシ焼きは害虫駆除や植物の成長促進などを目的に行われているものです。会場周辺の堤防には遊水地に広がる炎を撮影しようと大勢のカメラマンが詰めかけました。ヨシ焼きはこの日午前9時半ごろから渡良瀬遊水地利用組合連合会の会員およそ770人が作業を始めました。前日に降った雨の影響などで例年に比べて燃え広がりは遅かったものの、炎が大きくなるとあちこちから歓声が上がりました。主催者によりますと、この日午後2時までにおよそ7600人の見物人が訪れたということです。迫力があるなんていうかね、まあ、火みたいのをこう、ね、見せたくて来たんですけど、はい、まあ、でもやっぱり、ね、すごいなんかね春を感じますね、はい、あの見た目もすごいなんか圧倒されたんですけど、このパチパチっていう音が結構やっぱ来てみないとわからないなって部分があって迫力がありましたし、音とか匂いとかすごく間近で感じられて良かったなと思いました。続いてのニュースはこちらです。水戸の梅まつりの夜も楽しんでもらおうという一夜限りの夜梅まつりが今月15日水戸市の偕楽園で行われました。水戸青年会議所主催の夜梅まつりは今年で9回目となり、ライトアップに加えてキャンドルイベント、ステージ公演、地産地消屋台などさまざまな催しが行われました。見晴らし広場などにはおよそ1万個の和紙巻きキャンドルがライトアップされ、仲良く鑑賞するカップルや家族連れ、カメラに三脚をつけてシャッターチャンスを狙う写真愛好家らでにぎわいました。また常盤神社の能楽殿では三味線や県無形民俗文化財に指定されている水戸太神楽の演奏などが披露されました。ありがとうございます。ですね、今日は他にも手綱木梅林では特設ステージが組まれ、地産地消を中心とした飲食ブースに集まる観売客たちが演奏に耳を傾けました。今日初めてです。あります。時間でめちゃめちゃ綺麗で感動しました。楽しいです。花粉やばかったです。来年も来ます。来年も来ます。ひたちなか市です。水戸市です。去年も来ました。はい、関東にハラミ、牛ハラミを食べていいよ。大きく食べていいな。たこ焼き食べて大きくで聞こえんで、たこ焼き食べています。おいしいです。ライトアップされた梅林は幻想的な雰囲気に包まれ、多くの人が梅の花に見入っていました。地元なんですけど、あ、夜梅祭りは初めてですね、まあ、ライトアップされてるんで、結構綺麗ですね。やっぱりちょっと昼とはちょっと違う。ああ、そうですね、来年もあの露店もいっぱいあって、なんかいろいろ美味しいものがいっぱいあるんで、それも合わせてきたいです。最後のニュースはこちらです。ベトナムのジュオンタン産国家主席が昨日国賓として来日し、日本での最初の視察地として本県を訪れました。この日午後に本県入りした三主席は、笠間市の県農業総合センターや茨城町の全農農機センターなどを視察しました。
全農農機センターでは出迎えた JA 県中央会の桜井豊国会長から有機紬のショールなどをプレゼントされました。また日本の水田農業技術などについて紹介するビデオを視聴したほか、屋外に展示された最新の農機具コーナーで種もみを鉄でコーティングして食害などを防ぐ技術について興味深そうに耳を傾けました。この後隣接するポケットファームドキドキ茨城町店に立ち寄り、常陸牛やローズポークなどを試食しました。この日の夜、ベトナムの地方自治体と本県の農業における協力関係強化に関する覚書が、三主席に同行したカオルック・ファット農業農村開発大臣と橋本勝知事の間で締結されました。三主席は今月19日までの滞在中、天皇皇后両陛下による歓迎行事に出席し、安倍晋三首相とも会談を行う予定です。続いては新聞ピックアップのコーナーです。友部サービスエリアの丼が初めて優勝しました。こちらの話題です。東日本各地区の高速道路サービスエリアとパーキングエリア内の店舗がオリジナルの丼メニューを競う丼王座決定戦で、常磐自動車道上り線友部サービスエリアの茨城を食べ尽くそう栄光の丼がグランプリに輝きました。この丼は常陸牛、久慈浜しらす、お御霊さんニラをそれぞれメインの食材に使った3種類を1回の食事で味わえるメニューで、トッピングには奥久慈卵の卵黄、5つの薬味、だし汁が添えられ、好みの食べ方を楽しめます。料理長は本県特産の肉、魚、野菜を一度に味わえるのが特徴。グランプリで茨城に明るい話題を提供することができた。料理名の栄光の丼には茨城が誇る素晴らしい食材を知ってもらいたかったと話しました。はい、こちらの丼、来年の3月まで食べられるということですので、この茨城がぎゅっと詰まった丼、ぜひ皆さん食べに行ってみてください。続いてはこちら、ひたちなか地区からこんな話題です。自転車競技を通じてひたちなか地区を PR しようと、ひたちなかサイクルスポーツフェスティバル2014が今月16日、ひたちなか市真渡りの国営ひたち海浜公園などで開かれました。昨年に続いて2回目の開催で、周辺の公道を利用したロードレースの大会のほか、三輪車の耐久レースやスプリントレースなどにおよそ700人が参加しました。またトークショーや茨城の物産展なども開かれ、会場を訪れた人たちを楽しませていました。開催した委員会の方は、ひたちなか地区には海浜公園のほかに商業施設などもある、イベントを通し県内外の方により深く地区の魅力を知っていただければと話しました。はい、自転車競技で地区を PR というのも珍しいと思うんですが、これレースに参加した人だけではなく、訪れた人も楽しめるイベントもあるということで、とてもいいなと思いました。以上、新聞ピックアップでした。皆様こんにちは。私は第15代常総市観光大使千姫様の松崎美希と申します。同じく15代千姫観光大使砂永美和と申します。私たちは4月から2年間常総市の観光大使として、常総市を内外に知っていただき、訪れていただけるよう観光 PR してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。少しお時間をいただきまして、4月13日日曜日に開催する千姫祭りのご案内をさせていただきます。千姫祭りは2001年に中心市街地の活性化事業の一環としてスタートし、今年で14回目を迎えます。メインイベントの女性が主役の千姫様行列では、私たち観光大使が時代衣装を着て侍女や旗持ちとともに会場内を回遊いたします。また千姫ゆかりの地姫路市や桑名市のマスコットキャラクターや宇都宮市のメアリー、県内ではミトちゃん、土丸、千姫ちゃまのお友達10名が応援に駆けつけ、グルメの紹介やグッズ販売をします。他にもたくさんの飲食店や新鮮野菜、手作り小物などこの日限りのお店も出店します。小・中・高校生によるチャリティーコンサートや
子ども服のリユースフェアなど誰もが楽しめるイベントを企画しております。お姫様になった私たちがお待ちしております。ぜひ常総市に遊びに来てください。さあ続いてはバナーズレポートのコーナーです。はい、はい、あのアナウンサーのね牛久市出身の相川理恵さん、はい、はい、こちらにねいらっしゃいますけれども、相川理恵さんが現在バナーズ共和国というね、うんうん、国の方に行かれているということで、はい、本当に南半球のこんなにオーストラリアの脇の方にある国がこのバヌアツ共和国っていう国ということなんですが、こちらと今ですね牛久の第二小学校の茨城県の小学校がこのバヌアツの小学校と交流を行っているということなんですよね。はい、いろいろとね VTR とかでも交流を行っているんですが、先日の VTR でこの牛久のね第二小学校の生徒たちがバヌアツの小学校のいろんな疑問を投げかけてまして、でバヌアツはすごくあの長期間の長いお休みがあるということで、そうみたいですね、そういったことについて疑問を投げかけていたんですが、はい、それについてのお答えが来たということで、今回ね相川さんから VTR が届きましたのでご覧いただきたいと思います。どうぞ。バヌアツ共和国マンガリ流小学校。バヌアツの小学校ではこの時期3ヶ月近くもの長いお休みに入る期間なんです。12月29日、実は今マガリ流は夏休み、南半球なので夏なんですね。で、日本の子どもたちから質問がありました、どんな遊びをしているんですかということで、今日は夏休みの子どもの過ごし方をリポートしたいと思います。はいですね。校長先生の案内で生徒たちの自宅を見て回る相川さん。バヌアツ人にちょっとシャイなんです。まずはバヌアツの子どもたちはどんな食事をしているかというと、バヌアツのね郷土料理、プラップはバナナ、バナナ、バナナをこう皮に入れてこう蒸して作ったものですね。そして子どもといえばやっぱり遊び。どんな遊び方をしているのでしょうか。カード、カード。カードだ、イエー。なんかこういうカードゲームはね、日本と同じ感じですね。さらに、日本では最近あまり見かけなくなったこんな遊び道具もありました。わーお、見てください。わかるかな、日本の子供たち。これは、こうやって石ころとか入れて、ポーンって狙って落とすものなんですが、日本でいう昔懐かしのパチンコ遊び。バヌアツではスリングショットと呼ばれ、ココナッツを落としたりして遊んでいるそうです。笑われてる。あーイエーイイエーイ、すごーい。ネブルユーアイシャーアイシャーパチンコナンバーワン、イエーイ。相川さんもスリングショットに挑戦してみますが、あ、難しい。すごい。命中させるのには相当な技術がいるようです。そして浮き輪を持った子どもたちが向かった先は、なんか声が聞こえますね。ちょっとキャナイゴ、キャウィゴ、うん、ちょっと見に行ってきましょう。あっちねビーチなんですけど、子供たちの声がするので遊んでるのかもしれない。 Hey, are you a student? Yes. Ah, okay. 低学年の子たちですね。泳いで気持ちよさそう。 Hello. バヌアツは今が夏真っ盛り。子供たちは海へ遊びに来ていました。Swim? Yes. Yes. Can you swim? Yes. そっか。マガリ流？バヌアツの子供たちは海が大好き。みんなとても上手に泳ぐことができるんです。子供たちはいつもこうやって海で遊んでるんです。あの学校終わった後にこうやって海で遊んだり、お休みの日はこう海で遊んだりとか、もう近いからねいつも遊んでますよということですね。OK. Thank you. You play again, again. OK.
ありがとう、メッシはい、ということでね、すごいスリングショット。スリングショットね、こうバーンってすごいですよね。綺麗に命中してましたよね。ね、なかなかやってるんですかね。本当ですよね。毎日やってるんですかね。なかなか難しいですよね、きっとね。私あの、ラプラプ、はい、ラプラプ、あれ魚をバナナの皮で包んでみたいな、気になりますね。どうなんだろう、バナナの味がするのかな、ね、バナナの風味するのかな、ね、みたいな香りとかちょっとしそうですよ ね。本当にね、やっぱり日本といろんな違う文化があるということで、とても勉強になりますよね。でもなんかやっぱり海で泳いでた子たち、笑顔はやっぱりこう ね、全国っていうか世界共通なんだなってすごい思いました。確かにこれからもね、このバヌアツ共和国と この、ね、レポート交流の方を続けていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにご覧ください。茨城県近代美術館では岡倉天心没後100年記念展、天心の思い描いたものぼかしの彼方へを開催いたします。明治時代に美術行政家、研究者、思想家として活躍した岡倉天心の業績は多岐にわたります。東京美術学校や帝国博物館に携わり、美術教育や文化財保護に力を注ぐ一方、ボストン美術館の東洋美術コレクションを整理し、また英語による著述や講演を通して日本と東洋の文化を世界に伝えようとしました。展覧会「天心の思い描いたものぼかしの彼方へ」では、天心の多様な活動の中から新しい日本美術の創造という取り組みに焦点を当てます。朦朧体と批判された100年前の新表現、すなわちグラデーションを伴う色面表現に始まる試みと、現代作家の作品との対照を「ぼかし」をキーワードにご覧いただく岡倉天心没後100年記念展、天心の思い描いたものぼかしの彼方へは、2月15日から3月21日まで水戸市の茨城県近代美術館で開催します。はい、ということでお送りしてまいりましたけれども、はい、夕方のいばキラ TV ステーションは素敵なゲストの方にお越しいただくということで、はい、こちらの方にお越しいただきます。はい、なんと俳優アーティストの茨城県出身の加藤陽介さんにお越しいただきます。はい、もうすごいイケメンということで、ね、楽しみですね。楽しい、本当に楽しみですよね。はい、ね、茨城県の水戸出身ということなんですけれども、うん、俳優もされていて、さらにアーティストとしても活躍されている、うん、歌もね、歌われていることなんです、ね、本当にどんなお話が聞けるのか、ね、歌も聞けるのかなと、ね、ぜひ夕方の茨城ラ TV ステーションもお楽しみに。そして今日も、ね、お送りしてまいりましたが、はい、ぬるめ祭りのね、あの茨城新聞ニュースもありました ね、うん、ありましたね。とても綺麗でしたね、やっぱりすごく綺麗でしたね。はい、花火も行われていたりとか、うん、あと美味しそうな食べ物もたくさんありましたね。ありましたね、ね、すごい嬉しそうに食べてましたけど、はい、本当にぜひ来年は行ってみたいなと思います。はい、花ちゃんもね、ぜひ昼間、そうです ね、 ね、夜行きたいなと思いました。はい、皆さんも来年もまた行ってみてはいかがでしょうか。それではこの後もキラキラ輝く午後をお過ごしください。では